今お母さんがこれはさつまいも、さつまいもを揚げてくれたのかな。そうで今砂糖をまぶしたかったんだけど、そのちょっと芋にとろっとしたものがついてないとまぶせないねって言って急遽バターを溶かしました。素揚げしたお芋になんかやば、背徳感たまんねー。もうねすっごいいい匂いするね。バターが足りなかったら足りないな、多分足りない。私バター結構入れたい。ちょっとじゃあ温めますか。温めますか。なんかグラニュー糖とかのがおしゃれなんだろうけど、ごめん。10分ぐらいでご飯の時間だから、カリカリじゃなくなっちゃったっていう、このさ、なんか頑張ってカリカリにしたのに。あー、お芋？そう。あ、グラニュー糖あった。いやでもねえ、あー、背徳感やばい、めっちゃ。あ、ちょっと食べた。お芋だけの甘さで、なんておしゃれなことをさ、なんかやるつもりだったのに嘘です、ごめんなさい。いやまあそれだけでも美味しかったけどね、あの一個一口食べたけどすごく美味しかった。嘘です。ただなんか本当に前より甘いもの好きになりました。私はこの方がよし、これ混ぜた。毎回コーチもほっってなって、できた。おお、これはやばいぞ。ね、なんだかヘルシーおやつではなくなった気が。全然ヘルシーじゃない。お兄ちゃんどうぞ。え、これはど、も持っちゃった、持っちゃった方がいい。持っちゃってください。持っちゃった方がいい。はい。わあ、食べます。何どういうこと。やばい、多分ね、バターがかかってるところとかかってないところとか、うん、砂糖がすっごいかかってるところとっていうところでなんかいろいろあると思うんだけど、うん、これやばい。え、やばい、うまい。どうしよう。あ、うん、はぁ、どうしよう。おいしい。ヘルシーくない。うん。ホクホク。うん。うんふん。なんかいっぱいできちゃった。うん。あ、でも思ったほど甘くないな。この砂糖の。まあ意外とね。がっつり甘いですねっていう感じでもなく。うん。ちゃんとお芋の甘みはそのまま、うん、ね、残ってる。多分その調味料たち、うん、バターとかの量が。多分このお芋たちの量よりかは少ないと思うの、うん、だから量を調節というか量をもっと増やしたらもっと多分甘々なやつになるかなっていう感じ、だから意外と、ね、大丈夫だ。お姉ちゃん的には生クリーム添えたりとかしちゃいたいみたいな。いやー、でもこれはすごくお芋の甘みと、うん、その砂糖とかの後からの甘みがちょうど良い気がします。これがちょうどいい、これぐらいでちょうどいい気がするから、もっとねカリッカリにしてっていうのもあるけど、いや、あのね、最初揚げてくれた時カリカリだったんだけどね、うん、だからカリカリの食感をそのままにするならマジでさ、あの大学芋とかみたいな飴、うん、飴かけるみたいなさ、なんかさ、うん、なんか別の方法があるよね。ダメよ、本当は。あの、no. かぼちゃがね、no, no, no. ダメになってなければかぼちゃプリンを作ろうかなと思ってたの、うんうん、だけどかぼちゃがもうダメになっちゃってて、だからと思って、なんかあれ隣に、あ、さつまいもまだあったと思って、うん、で昨日作った、あ、これめっ、うわー、あ、こうちゃんがうんって言ってた。お姉ちゃん食べる。はい。即答だった。じゃあお姉ちゃんどうぞ。これはもう、もう、あ
あーやばい、あーやばい、あーやばい、あここやばい、ここやばいわ今の。あうまっ、あーやばい、あーやばい、あーやばい、やばい、このついてるとこやばい、めっちゃ美味しい。あーあーこれ、あーこれやばい、これやばいな。うん、あのつけた方がいいねそうやって、うん、せっかくだから取った方がいいよ。こそげこそげ、母さんも一個めっちゃついてるの食べ。今ねめっちゃついてるやつ一つあるんだけど、うん、これ食べよう、これ、うん、そうしな。ああのね、あ私すごい好きなのがあって、その砂糖とかが、うん、口の中でそうザラザラした状態、うんで、あの、あの食べるのすごい好きなんだよね。わーわ、しゃみしてた、ごめんなさい。いけなおやつを作ってしまいました。うわ最高最高最高。まったきも食べる。そしてこれも今日一日でなくなるのかな。これね、昨日も同じような感じで別のやつ作ってくれたけど、私がほぼ全部食べました。このぐらいの量が、こっちゃん普通に半日でなくなってたもんな。お夕飯もしっかり食べたのに、そのおやつも全部食べちゃった昨日私。いいですよ、たくさん食べるって。でも本当にリアルに前入ってたズボンが入らなくなった、うんから太りました。いいこと。私も太った、あの痩せたい、私は痩せたい。でもこんな入っとくかな。作っちゃった、おいしい、作っちゃったよ、めちゃくちゃ。だって本来あれなってね、こうなるあれじゃなかったもんね。本来はさつまいもって体にいいから ね、うん、でそうだね、と思って本来だったらレンジでチンだけして食べればいいのに、うん、あれなんか揚げたくなってきたぞ、あれなんか砂糖かけたくなってきたぞ、あれこれが足りない、あれバターがいいかなって。でもまぶすってかさ、やっぱ砂糖つけるなら絶対ね必要だったからね。実際めっちゃ美味しいぜ。そして美味しいおやつができましたっていう。はい、みんな、はい、出来上がり、最高最高最高。ぐにゃぐにゃもね気になるのに。おいしょ、まくんはご飯って言ってます。猫ちゃんはもうひなたぼっこしてます。はい、白もね、もうちょっとだけ、あと10分ぐらい待っててな。うん